お疲れ様です。お布団の中から、ああ、もう寝てるの？めっちゃいいやん。いいよ、この配信つけたまま寝なさい。もう23時。ね。こんばんは。そう、明日鉄なでございます。髪色いい。本当？ありがとう。ね、嬉しいね。今すごい好き。私もこんな感じが、なんか肌色明るく見える気がする。どうだい、今日はお疲れだからもう寝ようかしら。寝て、おやすみ。寝ましょう。寝るのが早いにこうしたことがない。もう自分がなんて言ってるかわかんないもん私が、ね、眠くてもう無理。眠い。明日健康診断なので見ます。見るんだ。寝ますじゃないんだ。寝なよ。おやすみ。この髪色は紫ですね。ムラシャンでこんな感じになってます。ムラシャンしなかったら多分もうちょっとなんか明るい気がする。うん、ひひひ。姫たん最近健康診断したの？してないです。アラの姫かね、健康診断っていうものしたことないんですよね。うん、やってみてみたい。やってみたい。のひめたんが配信してるのにひめたん置いて寝るなんてできないよじゃあやめよっかな、うん、早く寝てほしいもんみんなにもうダメだよ、夜更かしの集いだから寝てな。健康有料児はよ、寝てなさい。生誕ティー頼んだからツーショット追加しないとありがとうね。ツーショット会、そうツーショット会がね、テロップにも書いてあるんですけど、すべてそこが見えているらしく、やばいやばいやばい、ちょっと異常事態すぎてびっくり。え、もう本当ありがとうございます。今申し込んでくれてるみな、ありがとうございます。すごいねえねえ、うん、眠たいので早よ今日一の盛り上がり迎えてください。もう迎えちゃったわ。おやすみ迎えた。ねえ、いやすごくない？もう全完売しちゃうじゃん私。告白心拍数どうして？頑張ってるってこと？でも私次のシングルもこんな感じでお願いしたいんですけど。ファンのみんなが頑張ってるってことかな。ねえねえ、ありがとうございます。でもなんか前の
エスカワインのイベントで、あの最近ファンになりましたっていう人がめっちゃ多くって、待ってる、ツーショットは来るんかい、その子たちはね、いけるかもしれないからちょっと買いたいです待ってる、もうすぐ売り切れちゃいそうだから早くね、絶対お願い、うん。睡眠より姫たん見てる方が疲れ取れる説、そんなことは絶対にないから寝ましょう。もう15分になったらやめるね、多分みんなもう疲れてるでしょ、火曜日。タンタンタタタンが毎回楽しすぎて大好き。え、そうなの？ちょ、言ってよ先にそれは早めに教えてほしいわ、ほんと。ちゃんとさ、拍手だけじゃなくて声にも出してほしいんだよな。どうしたらいいんだろうね、私が言わない方がいいのかな。言ってね、口でも言ってね、ありがとう。ね、ツーショット初めて行きます、わあやった、誕生日おめでとう待ってます。エスカワイのイベントってどんなだったの？なんかね、どんな感じだったか動画にまとめる予定なので少々お待ちください。なんかトークショーと、なんかトークショーでした。で、質問皆さんの答えて、あとお渡し会、ポスターカードを、その日だけの特別なポストカードを皆さんに配りました。で、10名様に抽選でサインを書きました。動画お楽しみに。ふう、ボーナスまでに売り切れそう。ああ、ボーナスいつボーナスいつですか。それまでちょっとみんな我慢してくれんどうです、こんばんは。12月、へえ。もうそれまでなんか前借りしてよ前借りしてよ。そうなんだ、ボーナス12月終わりくらい、12月10日、そうなんだ、ちょ遅いなダメ、遅いボーナス早くしてって言っといて、よろしく。エスカワイの正式名称はスーパーヒメタン、かわいいですよね正式名称マジ SH かわいいになるけど、ヒメタンもうめっちゃ略されてる、寂しい。こんばんは。クレジット払いだから今買っても、ボーナスの後に支払いだから今買うべき天才からしい、みんな天才がいました、よかったらよろしくお願いします。12日7部の衣装ってチェックのやつですか。私なんて書いてある、チェックのやつなんだ、あの新衣装って書いてあったらチェックのやつです。12月まで残ってたら追加する。絶対残ってないもん、みんな見た？なんかすごいんですけど。
ね、売り切れちゃう。 TGC のランウェイは歩かないんですか？歩きたいです。歩かせてください。最近ね、ランウェイの歩き方をしながら歩いてる街中もう難しいんです。みんなに早く見せてあげたい。うん、グー見せて。私のグー高いよ。大丈夫？ツーショット会来てくれないと割に合わないんですけど。私グー作るだなんて、そんなグーなんて作れないよ。どうすんの。ウォーキングのレッスンとか受けてるの？ウォーキングのレッスン受けてないんですけど、でもいろいろ調べて自分なりに個人レッスンしてる、うん、チョキなら安い？まあ、チョキ安いわなチョキイエーイ。グーはできないよ。チョキは安い。うん、意識高く過ごしてる。拳みたい。じゃあツーショット会ぜひ会いに来てください。26歳、1998年4月30日26歳の方。拳みたいの？しょうがないな。はいはい、ツーショット会いきます来なきゃいけない君。はい、約束。ほらグーから小指出したら約束のポーズ。高いで。うーん、26歳くん、もう私の拳見ちゃったからにはツーショット会来なきゃまずいよ、それは。ほら。まずい。約束破ったら本当針3000本飲ます。グー高いんでね、チョキは安いんですけど。うん、パーなんてもうグーよりも高いんだから、もう言わせるなよ私に。もうこの場にいる全員がツーショット会購入 しなきゃいけなくなっちゃうから本当私にやらせないでくれ、パーをな。ダメだよ、俺らも見てしまったので追加ですねほんまやんけ。もうのこり合計90枚。数えてる人がいるらしい。キリがいいね。90枚。もうこのグー見ちゃった、みんな買ってくれたら絶対もうなくなっちゃうじゃん。あ、ありがとうございます。そうなんだ、すごいな、ありがとうございます。ね、次のシングルは必ずね、ぜひよろしくお願いします。今日はね、あ、そうだ、みんなに見せてあげようと。じゃじゃんじゃじゃん、お花いけた、可愛くない？あ、15分になっちゃったまだ喋ろっと、お花見しちゃったんだもの。可愛いでしょ。イベントの時にいただいたお花を自分で花瓶買って飾ってみました。なんか本当にね、お部屋がすごいいい感じお花って良いね、ペンライトカラーの水色と白色の。
かわいいでしょ。ありがとうございます。すごいの、嬉しい。それをさっきインスタに載せました。インスタがね、なんか昨日載っけたかったのに、なんか昨日さエラーばっかりでえーってなってたんだけど、いろいろ試したんだけどずっとエラー連発で、今日やっとインスタ投稿できたんだけどさ、もっと写真載せたかった。でも行けましたとさ。そう、生け花でした。だからなんかちゃんとねお水張って長生きしてくれますように。めっちゃお花の匂いする。お花習ったことあるの？習ったことはないです。でも習いたいなって思ってた、生け花ね。よくない？でも私習わなくってもね絶対うまいと思うんだよな。なんか前さ未完全 TV のそうやつで大人の趣味ダービーみたいな、大人ダービーかな、生け花やってたけど、アーヤとかかな、私絶対うまいと思う、自信ある。ちゃんとお花の茎を斜めに切って、そう切ってます。斜めにね切ってあったんだけど、やっぱりちょっと時間経っちゃってたからまた切り直して花瓶に収まりやすいように切りました。絶対うまい気がする。お花ね好きなんだよね。あとね、私お花屋さんになりたいって一時期思ってた。ガーベラの花言葉は常に前進。そうなん、これガーベラなの？かわいい。お花の名前は詳しくないっていう。うわーすごい。おー、なんかどんどん水減ってない？もっと入れたのに。すごい減ってってる。ドライフラワーとかには、ドライフラワーにはねちょっと不向きなお花だと思うので、いけました。ね、ちょっと俺のことも斜めに切ってもろてよい。もうサーヤが配信してないからってさ、この姫タンルームでのびのびとやってるね。めっちゃいいやん、楽しんでって。姫たんが花ですやんね。真っ白だし、今日ガーベラなんですけど、常に全身なんですけど。女の子の将来の夢はお嫁さん、ケーキ屋さん、お花屋さんだからね。ステレオタイプな女の子だな。ねえ、でもね、お花屋さんにはなりたかった。でもお花屋さん車の免許必要らしいからやめた。免許取れないから。お花を予算内で組み合わせるの難しそう。確かにお店だとね、これまでに抑えるのも。お花って意外と高いよね。俺も伸び伸び、みんな伸び伸びなんですけど、絶対ツーショット来るよね。来いよな。チャリで配達したら、チャリで、でもさ、違うの、配達じゃなくってね、多分お花を仕入れる時に車が必要っぽいの。なんかね、職業体験でねお花屋さん一回やったことあるんだよね。そう、なんかお花トランクにめっちゃねお花積んでやってきてたんだけど、でもそれで免許必要だから、ちょチャリンコむずいと思う。結構ガチ。
ですかな。ね、お花高いよね。だからプレゼントにいただけるのって本当にすんごい。リアカー、リアカーってなんだ、ガラガラ、いやだ。お花ね、包む係になりたい。フラワーあれ、あれなんだ、アレジメントっていうの、アレンジするだけの人がいいね。花束作るだけの人、男子の人気職業はプロ野球選手、 IT 企業社長、お婿さん。そうなの？でも最近のなんか話題に上がりやすいけど、そういう人気職業、 YouTuber もう下がり始めてるのかな。 YouTuber とかの方がうわそう。社長さんも大変だと思うけどね。アレンジメント、フラワーアレンジメントしたい。お花屋さんはやケーキ屋さんは幸せな人しか来ないからいい職業。それ定期的にバズるよね。あの学生さんにおすすめなバイト、デパ地下とか販売員、デパ地下の販売員とかケーキ屋さんとかは絶対になんか幸せな、なんかワクワクしてる楽しみな人のみが来るからおすすめだよとか、クレーマーが来にくいとか、そんなんで定期的にバズってるけど。おばあちゃんが花屋さんだったけど朝早くに車で仕入れ行ってたね。そうだよね。いやー仕入れね、お花すごいよ、かわいい。なんか最近お花の定期便って言ってね、お花のサブスクもあるよね。面白そう。お花屋さんはとにかく手が荒れます。荒れそう、水扱うからね。うん、お刺身にタンポポ乗せるだけのアルバイト探したけど見つからなかった。それね、募集されてたら多分勘ぐった方がいい。本当かって。それインゴだったらどうする？お刺身がなんかで、タンポポがなんかで、怖い、あかん。花粉症とかだときつそう。きつそうなもんじゃないでしょ、めちゃめちゃきつくない？やばいよ。今仕事の休憩中にいい癒しです。本当？何のお仕事をしてるの？お疲れ様。夜勤だね、大変。お刺身を盛り付けるバイトなら探してます。やりたい、なんかアルバイトしてみたいの今。でもやってる時間がないっていう。姫たんとお話しするだけのアルバイトないですか？私じゃない、アルバイター立場ヘルパーね。なんか工場でショートケーキにイチゴ乗せるお仕事したい。今そんな時期じゃない？もうクリスマス、クリスマス楽しみ。アルバイト、本当に工場。お刺身にタンポポ乗せるだけのバイトはないけど、
パンに延々ソーセージ乗せるバイトならある。え、それがやりたい。私それしたい。やってみたい。ロードバイクの YouTube はいくらくらい儲かりましたか？でございます。なんもです。タイミー登録は流行りのタイミーね。ソーセージ乗っける。高校の時おせち盛り付けのバイトしたことある。いいね、おせち。楽しそう。おせち色とりどりで。握手会のバイトやってみたい。なんかやったことあるっていうファンの人来たことあるし、なんかその剥がしの人がファンになりましたってなんか言ってくれたことあるのよ私。その握手会のアルバイトしてて、姫たんちゃん神対応で推しになっちゃいましたみたいな、そんなんで来てくれた人いるの。すごくない？ね、剥がしのバイトは嫌かな。そうなの？でもそうだよね。バイト、皆さんバイトなんだな。剥がしが同級生で気まずかったことある。なんだそういうのってさ、なんだイベント、イベントスタッフバイトみたいな感じなのかな。ミイラ取りがミイラになってる。おお、言い方悪いな。ミイラ取りミイラになったな。ね、スタッフさんをファンにしたアイドル。剥がされた後のファンの誘導のバイトならやったことある。やっぱ結構あるんだバイトで。おもろ。バイトで総選挙会場の撤去作業やったことあるよ。ああいうのもバイトの皆さんなんだ。いろいろで世界が回っている。コンサートの警備バイトは音だけだけど楽しかった。コンサート、あの警備員さんたちもバイトなんだ。いろんな世界を知った。姫たんもバイトしたことありますよ。ココイチカレーと、あとあのスーパーのお野菜切る人。お野菜切って詰める人。もうレジはね絶対やりたくなくって、あの数字取り扱いたくなくって、お野菜コーナーの人になった。でもすぐに SKU 受かってすぐに辞めました。多分2ヶ月くらいで辞めた。迷惑をおかけしました当時は。すみません。ね、レジ絶対、もうねココイチの時はねレジやったことあるんだけど、本当になんか死ぬかと思ったんだよね。レジ打ち大っ嫌い。いや、もう今もやりたくないレジ打ち。そうなの。
今のレジバイト計算することなくて楽そう。どんなんだっけな。なんかね、お釣りはなんか1890円のお戻しですとか、なんかそれね、数字言うのめっちゃ苦手で、私数字を言葉にするの、なんか本当は100円なのに10円って言ったりとか、もう本当にナチュラルにあるの。今でもだよ、今でも、なんだろう、例えばあのメンバーに自販機買ってもらって後でお返しするときに、あ、オッケー20円ねって言って、本当は150円なのに、めっちゃ言い間違えるの。何なんだろう、言い間違いが激しいんだよね。なんか持ってるのは150円なのに、そう、はい50円って言っちゃうの。何なの？そういう病気なのかな、うん、ずっとそうなんだよね私。言い間違え、頭で思い浮かんでるのは合ってるのに口に出すとなんか違うみたいな。何なんだろう、不思議。知らない？こういう病気なんか知ってる人いたら教えてください何なんだろう。でも言い間違えだけなんだよね。計算とかは別にできるんですけど、とにかく言い間違える。何なんだろうねねえ、そう、ショールームでもね結構言い間違えてる時あると思うから、まあ、みんな探してみて何なんだろうね。で、あの配信、はいもうやめますって言いたいのに、はい始めますとか言ったり、なんか逆のこと言っちゃうの。何なんだろう、数字だけじゃないこれ。またちょっと発動するかもしんないんで見てください、ショールーム。何なんだろうね。あ、いただきますって言いたいのにごちそうさまでしたみたいな、何なの。握手会トーク会では言い間違いはなさそうだけど、でもね、おかえりとおかえりとおはようめっちゃ間違えるで、あの初めて来てくれた人におかえりって言っちゃう、うん、あかん。だから絶対もうおかえりって言わないでおこうかな。おかえり封印、ヤッホーにしようかなヤッホーならみんなに言っても大丈夫だよね。なんなんだろうね、そういう人いるから大丈夫？やだよ。お菓子の包装を剥いて、包装じゃなくって、お菓子の方を捨てちゃうとか、それを行動じゃなくって口でやっちゃう。それはやんないんですけど、口がそれ、うん、確かに荒野病命名したか、うん、頭より先に口が動く。確かに脊髄反射で喋ってるからね。やっほーですね。気をつけたいんだけど、気をつけてもね、これはね、もう喋ってると喋りに集中しちゃって、なんかもうダメなんだよな。まあ配信これからもよろしく。言い間違えてたらコメントで指摘してね。ではおやすみ。生写真、今日
今日までのやつあるのでよかったらゲットよろしくお願いします。んーではおやすみなさい。ツーショット回が残りすべてそこが見えているのでよろしくお願いします。生写真もよろしくお願いします。おやすみ。バイバーイ。